フロー人間駅フロー人間駅の一フロー人間駅はオランダのフロー人間にある中央駅。19世紀末に建てられたオランダルネッサンス様式の壮麗な建物と校内に施された美しいタイル絵などの装飾で有名。オランダ鉄道が運営しスキポール空港駅、デンハーグ中央駅行きのインターシティほかオランダの各都市をつなぐ路線が走っている。地下には 約4000台の自転車が収容できる巨大な無料駐輪場がある。1866年に開通したが、当時の駅は現在のものとは異なり、屋外の仮設駅だった。現在の駅舎は1896年に遺作後シャルクによって設計された。天井には花模様などのパピエコレ、壁には守護聖人や女神などのタイル画が描かれている。 フロー人間駅の地下駐輪場鉄道、交際会経営の駐輪場と屋外のスタンド式、駐輪場で合計4000台の収容能力がある。駅前広場は市場例により全面駐輪禁止のため、不法駐輪自転車は即時撤去される。フロー人間は人口約19万人が30万台の自転車を所有する自転車の町で、町の中心部に自動車は侵入できない。 駅の駐輪場だけでなく、市内各所にある駐輪場はすべて無料である。ポーリーンと一緒にウォーキングトランキール、オランダ国鉄の主要5駅における、駐輪状況グロー人間駅自転車文化センター209号、8年11月、ありがとうございます。